ミハイル・ミハイロビッチ・イッポリトフ・イバノフは、ロシアの作曲家、指揮者、音楽教師、サンクト・ペテルブルク郊外のガッチナで生まれた、ペテルブルク音楽院でリムスキー・コルサコフに指示、卒業後は、グルジアの首都、チフリスに移り、新設された音楽学校の校長を務めた。1893年からは、ピョートルチャイコフスキーの推薦により、 モスクワ音楽院で教鞭を取り、1905年から1922年まで院長を務めた。また1925年からは、ボリショイ劇場の指揮者としても活動した。主要な門人に、セルゲイ・ワシレンこと、レーン・ゴーリト・グリエールがいる。モスクワにて没。歌劇と、還元楽曲、室内楽曲と多数の歌曲がある。作曲様式は、 リムスキー・コルサコフに多くを追っている。今日、彼の曲は滅多に演奏されないが、衆長の更新が有名な還元楽組曲、コーカサスの風景作品10は別である。ムソルグスキーの未完成の歌劇、結婚を保湿し、完成させた。ありがとうございます。